平野翔が CDTV ライブで大きなサインを残した理由。ファンの反応まとめ。岸優太と神宮寺優太が支えた瞬間。岸優太のミスを神宮寺優太がフォロー。ファンが涙した感動のサインエピソード。昨日の CDTV ライブライブでは、視聴者たちは大いに楽しんだ。特に、ナンバーアンダーライン愛の三人、平野翔、ガン優太、神宮寺優太がサインを書く場面は、 ファンたちの心を掴んで話さなかった。それぞれのサインは、彼らの個性やキャラクターが反映されており、その一瞬一瞬に視聴者たちは歓声を上げた。CDTV ライブの収録現場で、平野翔、ガン太、そして神宮寺優太が揃った場面が話題になりました。この三人の姿に、多くのファンが感動し、特に平野翔のサインに注目が集まっています。普段は小さめのサインをする平野が、 この日は異常に大きなサインを残したことが、ファンの間で大きな話題となりました。彼のサインが大きくなった理由について、多くの憶測が飛び交い、これに対するファンの反応は非常に熱狂的でした。ファンの一人が言うには、翔くん今日はサインでかい、という驚きの声が上がるほど、そのサインは大きかったようです。そして、そのサインの背後にある意味や、彼が何を考えていたのかについて、 ファンたちは興味深踊り字です。耳にかけた髪型も相まって、平野の姿がより一層魅力的に見えたと、多くのファンが口を揃えて言っています。一方で、岸優太と神宮寺優太もこのサインに関して、独自の役割を果たしていたようです。特に、ナンバーアンダーライン愛の綴りが正確に書けなかった兄二人、岸と神宮寺が笑いを誘う場面がありました。岸が書き忘れた部分を、 神宮寺がしっかりと補ってくれたことに、ファンは感謝の意を表していました。これが、彼ら三人のチームワークを象徴する一幕であり、ファンにとっては嬉しい瞬間だったのです。さらに、ファンたちは平野翔がブーナちゃんに抱きつく姿にも感動し、その愛らしさに心を奪われました。翔の行動一つ一つに、ファンは深い意味を見出そうとする傾向があり、その結果、 彼らのの間での解釈や感情が多様化しています例えば、ファンは平野が何を言いながらサインを書いていたのか、そしてなぜそのサインが突然大きくなったのかについて、さまざまな仮説を立てています。特に、彼のサインが大きくなったことについては、彼の心境の変化や特別な意味が込められているのではないかと推測されています。このように、ただのサインであっても、それが持つ可能性についてファンは深く考え、 そのの裏にあるるストーリーリを想像するのですでまた、岸と神宮寺がサインにどのように関わったかというエピソードも、彼らの関係性や個々のキャラクターを際立たせる要素として注目されました。この出来事を通じて、3人のメンバーがそれぞれの個性を発揮し、ファンとの絆を強めていることがうかがえます。ファンの反応もまた、彼らへの愛情や期待を反映しており、 3人の行動一つ一つがが大きな影響を与えていることがわかります特に平野翔のサインに関しては、その大きさや形が彼の心理状態や今後の活動にどう影響するのか、ファンの間で今後も注目され続けるでしょう。平野翔のサインが突然大きくなったことに対して、いくつかの仮説が立てられています。一つは、彼が何か特別な気持ちやメッセージを込めたのではないかというものです。 普段のサインが小さい彼が、この日に限って大きくサインした理由については、多くの憶測が飛び交っています。ファンの中には、彼が何か大切なことを伝えたかったのではないか、あるいは単にその瞬間の気分によるものではないかと考える人もいます。一方で、岸優太と神宮寺優太の対応も興味深いものでした。岸が、ナンバーアンダーライン愛の下に書くべき数字を忘れてしまったことに気づいた神宮寺が、 それを補足したエピソードは、彼らの連携の良さを示すものでした。これにより、ファンは再び彼らの絆を感じ、さらに愛着を持つようになったのです。こうした出来事は、彼らのファンとの関係をより一層強化するものであり、今後の活動にも良い影響を与えることが期待されます。彼らの細かなやり取りや、何気ない行動が大きな意味を持つことを、ファンは再認識しました。そして、 これからも彼らの成長や変化を見守り続けることでしょう。最終的に、平野章のサインが持つ意味や、ガン・ユタと神宮寺・ユ太タとの関係性は、ファンにとって大きな関心事であり続けるでしょう。そして、彼らのファンは、その細かな変化やエピソードに注目し続け、さらに深く彼らを理解しようとするでしょう。このように、彼ら三人の存在は、ファンにとってかけがえのないものであり、 その一挙手一投足がファンの心を揺さぶるのです。このエピソードを通して、私たちは彼らの魅力を再確認し、彼らの活動に対する期待をさらに膨らませることができました。彼らの未来がどのような形で展開していくのか、そして次にどんな驚きを見せてくれるのか、私たちは楽しみに待ち続けています。そして、彼らの成長とともに、ファンとしての私たちもまた成長し、 共に歩んでいいくことを願っていますまず、平野翔のサインがいつもとは違い、非常に大きく書かれたことが話題になった。彼がサインを書く際に耳かけスタイルで登場したことも、ファンにとっては驚きと喜びの瞬間だった。彼の耳かけスタイルは、ファンたちにとっては、かっこよすぎる、かわいすぎると絶賛され、まるで天使のようだとの声が上がった。平野のサインが毎回違うことも、 彼の遊び心とファンを楽しませようとする姿勢が感じられる部分であり、視聴者たちはその変化に注目していた。その一方で、岸優太と神宮寺優太もサインを書く際に苦戦している様子が見られた。特に、ナンバーアンダーライン愛のスペルについて、兄弟のように仲の良い二人が一緒に悩んでいる姿が映し出され、ファンたちは微笑ましく感じた。岸が書き忘れてしまった部分を、 神宮寺がしっかりと補ってくれる場面では、ありがとうと感謝の気持ちを抱いたファンも多かっただろう。このような細やかなやりとりが、彼らの絆の深さを感じさせるものであった。また、ブーナちゃんというキャラクターに抱きつく平野の姿があまりにも可愛らしく、ファンたちは、ブーナちゃんのことが本当に好きなんだねと感じることができた。これまでのサインが小さかったことから、急に大きく書いた平野に対して、 今日はどうしたのという驚きの声も上がり、その変化に注目が集まった。視聴者の中には、何度もそのサインを書く場面を見返し、何をぶつぶつ言っているのか、なぜ急にサインが大きくなったのかについて興味を抱いた人も多かった。彼のサインが一貫して漢字で書かれている点も、ファンたちにとっては愛らしさの一つであり、何度見てもじわじわと笑いが込み上げてくる場面であった。騎士のサインに対しては、 グループ名なのにどうしたのという疑問の声も上がったが、その一方で、彼の真剣な姿勢がファンたちにとっては魅力的であり、愛される要素となっていた。平野が B と D の区別が曖昧なママサインをする姿は、彼の無邪気さを象徴しており、ファンたちはその姿に胸を打たれた。最後に、神宮寺がまとめ役として、岸や平野のサインの欠落をしっかりと補い、3人のチームワークの良さが際立った。 これらのシーンは、視聴者にとって大きな喜びと感動をもたらし、彼らの成長と変化を感じさせるものだった。このように、CDTV ライブライブでのサインを書く場面は、彼らのキャラクターやチームワーク、そしてファンとのつながりを強く感じさせるものであり、視聴者にとっても特別なひとときとなった。ファンたちは、彼らが今後どのように成長し、変化していくのかを楽しみにしており、 これからもその一瞬一瞬を大切に見守っていくことだろう。